それだけあの地点で三島自身が日本に絶望してた量っていうものが、まあそれはある程度あそこで推し量ることが僕らできたわけで、それがそういう意味では北条の実を書き終えてすぐにやるわけでしょ。あれ間を置いたら、ダメになるだろうと思ってことなんでしょうね。誰だって死にたくはないんだよ。ないんだ。でも俺は天皇も自民党もアメリカだけじゃない、天皇も自民党も全部敵なんだってこう言ってやるわけだから。それは観念的には他殺なわけですよ。やっぱり他殺集団作って俺は他殺の集団の長男っていうわけだから。ただ実際には自分しか殺せない、それが彼が芸術家でしかなかったことの証だってなんだけれども、そのある種の決意の一端は69年のあの5月の時点で僕らの前で少しちゃんとしたか、ちょっとそれを僕には感じさせたってことは事実ですよね。で、彼はそういう意味でじーっとこらえて我慢してたんだと思うな。要するに仮面の告白を2回やったんじゃないかなと思うね。だから戦後自体が仮面であるわけだし、そこで仮面の告白で出てきて、非常に質素な描写から最後突然ひっくり返って狂言の文学、シチューニクリみたいな、大ディオニソスのみたいな形の夢で終わるけれども、それを戦後の犠牲だ、要するに偽りの体制を打つっていう形で、彼は彼のドラマトルギーで彼の美学でやるわけだから、それは一つのダンディズムとしては評価してあげたいと思いますけども、それが特攻隊に対するコンプレックス、2.26に対するオマージュであったとしてもね。もちろんそういう不安を前にして芥川は真っ先に自殺してるわけだし、取り留めない不安っつって、要するに、でまあその反対に太宰治みたく、ずるいといえば女装してでまで逃げ回るみたいな。でも芥川、太宰、三島という3つの死体を日本文学はどう引き受けていくのかっていうのはずっと見てましたけどね。結局誰も引き受けないって、違う世界の違う文学になっていくのか。まあそれはだから中上健二が少しやろうとして、あと村上龍になっちゃうあたりが何かなんだね。さっき三島さんの自殺した後に、全共闘の人がお見えになって、三島が死んだのになんで芥川は生きてるんだっていうふうに言われたということだったんですけども、その言葉ってでもすごい言葉ですよね。その言葉ってどう答えになったんですか。なんだろう、あの時蹴飛ばして特権屋になったのかな。最初はね、ああ日本というのはこうやって私は私、彼は彼、あなたはあなたっていう、そういう一つの自我の存在の自立性っていうのは許さない国なんだみたいなね。まあそれは一個あったことと、それは切って捨てるべきことで、お前の問題であって俺の問題じゃないっていう形を取った気がするな。とてつもなく腹が立ったことは事実。その腹が立つよ。だってそういうファシズム的な、だって彼は他殺の集団だって言うから呼んで、本当に他殺の集団を作ったのか作らないのか確認取ることと、やっぱり天皇万歳ということと革命万歳ということとは全然違うんだってことは言わなきゃいけないってことがあったけれどもね。三島が死んだから、何で俺が、三島の死は三島の死として、それは三島個人の存在への決着なわけだから、それはそれで敬意をすべきあるよ。
で俺は俺です、あの存在をめぐるさまざまな罠の解明と、それをと、それを劇として上演していくっていうことを、だから結局は全部即興でやる羽目になったりね、子供抱いたまま。劇的には苦悩の歴史永遠と続いたわけだけれども、苦悩の歴史、うん、不幸だとは言わないけれど苦悩の歴史ではあるな。ご家族にとかにはやっぱり影響ありました？はい、ご家族、奥様とかお子様とか。いや結局ね、そういうで、そういう三島死んだのになぜ芥川生きてんだみたいな風潮っていうのは多かれ少ないからあるわけですよ。彼は一人じゃない、多分ね、わざわざここで来て怒鳴り込みに来るってこと自体がさ。すると僕が書いた地下演劇なんかを読んで監禁になってた人たちも何人かいるし、そういう連中、足立正夫さんなんかもあのアラブ行く前にここに来てちょっと喋って、まあ B ステーションに残ってますけども、そうするとだんだん、なんていうのかな、そんなんじゃないだろうと思いつつも、やっぱりなんていうんだろう、自分だけがこう、うん、平和な生活してちゃいけないだ、いけないなっていう、まあ、ある種の、うん、倫理的な負い目みたいなものも持ってくるし、だんだんそれが蓄積してくるとやっぱり家庭も崩壊していくんだよね。そういう意味では崩壊させられたわけだし、絶対これだけは壊しちゃいけないと思ってたものをまず真っ先に壊されていくし、まあ、やっぱりあそこの時俺は出ていくべきではなかったな。ちゃんとセッティングしてあげたんだから、コンテクストを作ってあげたんだから、俺自身が黙って発声練習でもしてた方が良かったかもしれないと、まあそういう一つの悔いなんかも出てくるし、それはこの冒頭に言った全教頭なのか何なのかっていうことだけれどもね、境目があるわけじゃないし、ただそれを良しとして私は肯定したんだから、それは当然全教頭の一員として見られても、あの違うとは絶対言わないですけどね。ただ三島事件から全教頭が殺人集団に変わっていくで、全教頭で亡くなっていくあたり、それと国づくりの連中が警察と主婦と国家とメディアが一つになって、うん、要するに60年代的風潮をこう消していく作業に入っていって、そのプロセスの中で、うん、私自身が考えてた家族への、あのコンテクストなんかが崩壊させられてったっていうのは確かあるけどね。まあいずれにせよ、うん、想像力の戦いも人間どもの戦いのように血生臭いっていう状態になってくるというか、まあそれはやっぱりいろんな連中が殺人集団になってるわけだからね。で同世代の人たちがそんなのになってたのをこうやっぱり見つめてなきゃならない苦悩っていうのがあるわけで、だからやっぱりテーマってのは生の苦悩、死の苦悩で、苦悩の中に張り巡らされている罠で、苦悩をどうやって祝祭として提出できるかとか、まあ、まあ例えば音楽や映画に逃げちゃえば話は別だったんだろうけれども、まあそういうわけにはいかないし、自分の信念という現存抜きにはやらないという、だから再演してお金儲けたり自分を有名にしていくみたいなことを一切やるわけにいかない演劇人にならざるを得ないわけで、まあそういった意味で苦悩の演劇人っていうことになるわけですけどもね。